オイランフチオイランブチは、山梨県甲州市沿山一の瀬高橋にある滝、史跡。オイランフチ、オイランブチとも書かれ、フチをフチと書くこともある。オイランブチと漢字で表記されていることはあまりない。国道411号旧道沿いの甲州市と北鶴郡多摩山村の境にあり、地元では、長子滝と呼ばれている。オイランブチの名は、 戦国時代に起きたと伝えられる悲劇に由来するとされている。天保13年に山田さない町、玉川総源の日記には50人ぶと書かれていることから、おいらんぶは俗称だということがわかる。55人ぶとも言われている。おいらんぶは山梨県甲州市の国道411号沿いにあったが、おいらんぶ付近は地形が険しく、 崖崩れによる通行止めもたびたび発生していたため、2011年11月21日に、付近の国道は、複数のトンネルを含むバイパス道路に変更され、オイラン府前の道路は、現在急道となっている。また、旧道は、バイパスの開通と同時に厳重に閉鎖され、立ち入り禁止となっており、山梨県による廃道化工事が行われる予定である。オイラン部まで、 通行可能であった頃の記述である。国道411号急道下り線側の谷川に車両数台分の駐車スペースがあり、旧援山市及び円山市観光協会の案内板及び立証構成会の支部が混流した慰霊碑が建てられている。また谷に向かって張り出したコンクリート製の展望台と手すりがあり、その下には滝が流れている。周辺は 渓流釣りや山菜採り、トレッキングやドライブツーリング等で訪れる人も多く、晴れた昼間にはのどかな山岳路の雰囲気を満喫することができ、特に新緑の頃と紅葉の時期には絶好のドライブスポットとなる。丹波川を挟んで向かいの景観山の山中には黒川千県と呼ばれる金山の遺構が現在も存在している。黒川金山は古くは 武田家の隠し金山と言われ、武田信玄の時が最盛期でこの時の武田軍の軍資金の多くがここから産出したとされている。また一度閉山された後、江戸時代に大久保長安により採掘が行われ、現存する黒川千軒の遺構はこの時代のものとされる。この地域は地質的な性質から黒川金山以外にも多数の金山が存在し、 これらの金山が閉山した後も、現在でも、川沿いでは稀に砂金などが採取されることもあるという。武田勝頼の死による、公衆性罰の折、武田氏の隠し金山と言われた、この黒川金山も、閉山となった。この時、金山の秘密が漏れることを危惧した、金山奉行、ヨガの主導で、鉱山労働者の相手をするため遊郭にいた55人の、 幽女と金山に従事した廃家の武士を皆殺しにすることを決め、主演の京二と称して柳沢川の上に、藤鶴で釣った縁台の上で彼女らを回せ、待っている間に鶴を切って、縁台諸友淵に沈めて殺害した。この伝説にはもう一説あり、厳然協調には、足でまといの坊主と幽女のうち、幽女は、藤尾橋の少し下流の淵へ叩き込んだ。 今そこを55人物という。坊さんは全部で12人。これは今坊主ぶの章のある深淵へ叩き込んだとあり、遊女の他に、坊主も殺害されたと書いている。昼間特栄町、民間の伝承を依頼淵、武田勝頼戦国動乱の陰にでは、実際にことがあったのは落合に近い藤尾橋の付近であることは、郷土市家たちの一致した意見である。と記してあり、 泉雅彦著伝説と、階段シリーズ第一集にも、不条強化のカーブのところである。と記されていることから、今の場所ではなかったことがわかる。今のおいらんぶにある立証厚生会の支部が、混流した、慰霊碑は、東京都水源林に勤めていた、中川金次が、伝説にふさわしい場所ということで移し替えたものである。このような調査、事実から、おいらんぶは、 現在の場所ではなく藤尾橋の付近である。今のおいらん部市は、明治10年に東京市水道局の中川金次郎が水源地を作るため最初にこの土地を訪れた時、この淵を見て、ああ、いい淵だな。まるでおいらんが綺麗にお化粧して、夜店の前に出たようだな。と形容したことから語り継がれているとされている。下流の田場山村には、 この際の遊女たちの遺体を引き上げて供養したとされる、少子が明治40年まであり、少子の中には、槍手はお腹にして両側に55人のおいらんが居並ぶ木造があったが水害で長らく失われ、1988年に再建されている。ありがとうございます。